シュワシュワしてますか。かやです。佐藤君高です。よろしくお願いします。お願いします。そして本日も先週に引き続きこの方が来ております。アクアネクストサリーシリコン、はい、アクアネクストのじゃがりこカプリコサリーシリコです。よろしくお願いします。おえこれやっていくことにしたの考え中でもしかしたら、ね、これからも聞けるかもしれないし、うん、聞けないかもしれないということです、はい、本日もこのメンバーでお届けしていきたいと思います。先日ですね、私、うん、あの福島駅からこっち方面に帰ってくる電車を待っている間、うん、あのホームのベンチで待ってたんですよ、うん、そしたらこう知らないおばちゃんがね隣に来たんですね。大荷物を持った、うん、でそのおばちゃんにこの荷物見ててもらえるって言われて、うん、トイレ行ってくるから見ててもらえるって言われて、うん、見てたわけです、うん、でその後に本当にありがとうねって言ってその駅に空いてあるパンフレットこれお礼って言ってもらったんですけどあのうわめっちゃいいことしたなと思ったんです。なんか久しぶりにあんまないじゃないですか、こう頼られることもそんなにないし、まあね、こう何かを誰かのためにするっていうこともそこそこ、まあ、日常ではあんまないと思うんですけど、最近なんかいいことしたなみたいなことってあります？全いいなかなかないじゃないですか。ずっといて何かあるってとんでもないふりだね。あったらめっちゃ褒めようかなと思ってこと過去でこれまでの人生で、いいことしたのみたいな人生でちょっと難しい話題を持ってきてみたいな。いいことね。いいこと、それ問われるとめちゃむずいねでもすごいですよね、いいことってあんま覚えてないですよね。やっぱなんだろうな、人々に笑顔を届けてることぐらいしか思い浮かばないえ、すごいことじゃないですかすごい、いいこと、まあね、素晴らしい、まあねまあね、なんだ何より素晴らしいことですね。ちょっとこのオープニングでいつもはこのフルボッコな感じじゃないですか、うんうん、こうね、どっちかっていうとネガティブな感情だから、こう今日はオープニングでこう上げて上げていこうかなっていう魂胆でございます。リコチンは何かあった？これは何だろう、これまで、今思いつくのだと、はい、高校の時とかは、うん、なんか急に教科書貸してたクラスの友達に教科書貸してとか言われた時に、うん、置き弁というか、うんうん、知ってたんですけどはいはい、はい、その時に教科書を出してあげれたのは、ね、ちょっといいかも。ズボラな性格が功を奏した。素晴らしい素晴らしいリコちゃんやる、うんうん、はい、ということでね、ということでね、じゃねえあの、だって人生で、人生で、うん、あ、そりゃありますよ、私毎日いいことだらけですよ。あんまないってさっき言ってたもう例えばまあ、あれですね、ほら、地球のために電気を消すとか、電気をちゃんと消して寝るとか、蛇口をしっかり閉めるとか、そうですね、あとみんなのために音楽を届けるとか、もう日頃からね、素晴らしいことをしてるわけです、私は。やっぱねえじゃん。何こと言ってきたんじゃん、俺らに。なのでね、もう皆さん、いいことしていきましょう、中学生誰もしてなかったよはい、ということで早速1曲目、このオープニングをなんとかしてくださいはい、それでは聴いてください。冬のワンサイドラブ。
雪がそっと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 心にささやいて、風が歌う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 気持ちを盛り上げる。続いてはメッセージのコーナー、ポスト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 、はい、ということでやってまいりました。このコーナーは皆さんのメッセージを紹介していこうというコーナーでございます。早速ラジオネームアランスミシーさんからです。かえさん、きみたかさん、こんばんは。こんばんは。アクアネクストリコちゃんもこんばんは。こんばんは。今年も後半になって年末年始の予定が気になってきていますが、皆さんはどうでしょうか。この1年以上コロナ禍にあって、最近はワクチン接種率も上がったためか感染者も減少傾向にありますが、海外の状況を見るとまだこのまま終わるとは思えない感じではあります。これが全て解決してどこにでも自由に行けるようになったら、旅行の大ブームが来そうな気がします。僕もどこに行っても大丈夫になれば夜行バスに乗って東京に行くのが今の夢です。新幹線じゃなく夜行バスで、目が覚めたら東京っていうのがいかにも旅行してる感じがあって大好きなんです。東京の吉祥寺に伊勢屋さんっていう焼き鳥屋さんがあって、そこの焼き鳥が安くて美味しくて最高なので、そこに行きたいと思っています。コロナ禍が終わったら皆さんはどこに行って何がしたいですか。教えてもらえると嬉しいです。今週もラジオ楽しみにしています。皆さん頑張ってくださいね、といただきました。そうですね、コロナが終わったら行ってみたいこと、やりたいこと、もう考えるだけでめっちゃあれしたいこれしたい出てくると思うんですけど、私はですね、 USJ に行きたいですね。好きなの？まあ人生で 1,2 回ぐらいしか行ったことないですけど、なんかこう最近あれじゃないですか、まあ、自粛自粛な感じで遠出も無理だし、こうパーッと楽しいことできる感じでもないし、なのでね、 USJ でパーッとやりたいですね。好きなアトラクションとかあるの？好きなアトラクションはですね、まあ、基本絶叫系が無理なので、そうですね、なんだろう、USJ、 あれですかね、なんかジェラシックワールド的なパーク的な、なんですかあれ、あれ落ちるやつ、ジェラシックワールド、ジェラシックワールドかな、あると思うよ。まあそういうやつに乗りたいですね、あと食べたいものは愛知の豊橋の豊橋カレーうどんがね、食べたいですね。B 級グルメなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。上にカレーうどんがあって、その下にとろろがあって、その下にご飯があるっていう、もう最後まで全部食べられるカレーうどんなんですけど、それを食べたい私は。美味しそう。美味しいんですよ。リコちゃんはある、やってみたい、やりたいこととか行きたい場所、コロナが落ち着いたら行きたいところは、まだ海外に一度も行ったことがないので、はいはい、海外どこか、海外に行ってみたいなっていう感じです。いいね。そのどこか行きたいっていうのあるの？この場所、どっち方面とか、西方面、北方面、ヨーロッパとかアメリカ系とか、パッて思いつくのは、やっぱりアメリカには人生で1回は行ってみたい。アメリカって広いよ。確かに。いろんなアメリカあるよ、だって。アメリカ、どういうイメージ、そのアメリカ
自由の女神があるとかそういうイメージ。あーなんかタンクトップでなんかハンバーガー食べてるイメージ、うん、日本でもできるからね別に。いやでもいいねタンクトップアメリカのイメージそれアメリカの日本人ねちょんまげしてるみたいなイメージと一緒ってこと、うん、いないと思うよタンクトップでハンバーガー食ってる人もうそうねみんなちゃんと服着てるかもしれない都市はないんだ具体的にそのニューヨークだロサンゼルスだとかラスベガスだとかいろいろあるじゃん。へえもうアメリカなんだもん。はいなんか特に分からなくて、うん、なんでアメリカのどこかっていう。これさっき言ったみたいに、はいはい、自由の女神行きたいとか、うん、そのそこでそれによるじゃん。海の方がいいとか。本当にタンクトップのハンバーガー食ってる人を見にアメリカ行きたい。そんな理由あれ？なんかいいですね、ワンパク少女みたいな。西海岸行ってさ、はいはい、で広い海見たいとかあるじゃん、アメリカでも いろいろ。ありますね。なんだろう、なんだろう。場所よ、場所。場所、場所どこがありますかね。どこがありますかね。なんだろう、思い浮かばないな。でもなんか、空気感、アメリカの空気感。あその味わいたいってこと？トイレの便器がでかいとか、空気感じゃねえだろ。バハンバーガー頼んだら超でかいとか、あそういう外国感みたいな。外国感がなんか。外国の空気を肌で感じてみたいってこと？はい、一度は。あの、財布すられてみたいとか。すごいざっくりしたよ。いやでもちょっと気持ちわかるかもしれない。まあ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 アメリカとかね、確かに。ジャパニーズなんでね。行ってみた価値あります？行きたいことやりたいこと。個人的にはもうない。ない。ないけど、うん、息子をどっかに連れて行きたいって。めっちゃパパ。それぐらいしかもうやりたいことないじゃん。素敵なパパじゃないですか。息子と旅行って。で旅行っていう旅行をまだしたことないから、はいはい、ここ2年なんてまあできないじゃん、うん、まず確かにでしょ、ね、それ以前ってほらやっぱ小さすぎるから、はいはい、それこそ USJ とか連れて行くとか、まあ、ディズニー行くとかって言っても小さすぎて無理じゃんまだ、はいはい、だから、うん、今も小学生になったから、うん行けるじゃんこれからは。そうね、もう自由に行きたいと思うとこ聞いて、うん、行きたいじゃん。めっちゃいいパパじゃないですか。めっちゃいいパパなんですよ。ありがとうございます。好感度上げようとしてきてるな。またラブコールが届いちゃうかもしれないです、ね、ありがとうございます。続きましてラジオネームしゅんごさんからです。いつも楽しみにしながらかんやときみたかのフルボッコレディを白石からワクワクして必ずその入りだな。めっちゃいいですね。私これ気に入ってます。定型文だろ。かんやさんの〇〇な秋は何ですか？私にとっての〇〇な秋はスポーツの秋です。この秋も幼い頃からずっと続けている水泳を天南のスイミングクラブで続けていきたいと思います。聞いたことある。来年の JSCA 長距離マスターズに向けて笑顔いっぱいで練習中といただきました。頑張ってください。そうね、丸々の秋。私はですね、何の丸々の秋にしたいというのがございまして、最近ね、あんま読書をしてなかったわけですよ、うん、なので、今年の秋は、うん、芸術の秋ということで読書じゃねえのかよ。読書って芸術じゃないんですか？読書の秋って言葉があるから。そうか、じゃちょっと読書の秋芸術に入れちゃったよ。行きたいなっていう感じですね。読書の秋か。読書の読みたい本とかあんの？じゃあ具体的に読みたい本はないの？うーん、この感じない感じのリアクションじゃん。そう、強いて言えば強いて言えばとか無理やりじゃん。もう芥川賞の何かを読みたいですね。うわ、ミーハー。でもめっちゃ面白いんですよ、芥川賞。そりゃそうだろ、賞取ってるぐらいの、作品は、はいはい、それは外れはないだろうけど。あの何でしたっけ、木村賞じゃなくて木村賞、芥川賞じゃない賞、北村賞じゃなくて北川賞じゃなくて、何だっけ、何賞だっけ。北川賞と、はい、俺ど忘れしちゃったよ、ほら。わけわかんないこと言うから、木村賞とか。木村賞みたいな感じですね。そんなんだっけ。違うっけ。直木賞。あ、それだ、惜しい。
木村直樹がもうなんか名字みたいな結びつけだし直樹賞だ。直樹賞より私芥川賞の方が好きで。いやそんなにないけど別にあのめっちゃおすすめしたいやつがねあるんですよ。あのコンビニ人間っていうやつと、うん、紫のスカートの女っていう本があるんですけど、うん、あれが個人的芥川賞の中ではめっちゃ好きでしたね。芥川賞の本を毎年読んでるんだ。まあとりあえずそこを押さえとけみたいな感じで、まあ押さえたい時に押さえてますね、うん、外れがないような感じがしてそれ読んでんのね。そうそうそう、まあ、つまりミーハーでということですね。いいんじゃないでもそれは、ぜひぜひおすすめしたいです。今年もじゃあ賞を取った人の読むってこと。はい、まずは調べるところから初めて頑張りたいと思います。リコちゃんはある？どんな秋に、どんな秋、なんだろう。でもやっぱり、うん、スポーツ、うん、マジですね。え、何したいの？なんだろう。でも中学とかあんまり、あ、うん、中学の時バレー部だったんですけど、それからバレーっていうバレーをやる機会がなかなかなかったので、うん、なんか思いっきりもう現役を思い出すぐらいに一回やりたいなっていう気持ちはあって、はいはい、あ、いいね。バレー大会したらいいんじゃない？バレー大会バレー大会やりたいですね。ファンイベント的なする機会ないもんね、卒業とか、うん、学生ね、高校時代やってて、そうですよね、なんか卒業するとやれなくなるよね。あ、そのクラブチームって感じでもないし、まあ、ママさんバレーって言うとまだ違うもんね。なかなか人も集めらんないしバレー、そうだよねって感じだよね。わあ、じゃあちょっと募集しといたらいいんじゃない、ラジオで。バレーのメンバーの。バレーしましょうって。相手いないじゃん、だって。誰かやりましょうって。いついつどこ、ここでやります。そうか、スポーツの秋か。いいね、若いね。え、君たかっちは？俺はだからその毎回言うけどないんだよ、うん、毎回言いますよね。秋だから何々の秋とか、うん、じゃあ夏とかは何だったのって思うしね。確かに確かに、何々の夏やってないじゃん。確かに、え、そういう言葉がないだけでやってないっていう文化がちょっと、はいはい、そうだ、めっちゃ不平等。俺にとってもただの秋。絶対毎年食うただの秋で、はいはい、その時やりたいことやる秋。でもそれが別になかったらもうそのまま冬になるっていうだけで、はいはい、秋だから、はいはい、食欲の秋とかはちょっと、うん、あ、分からない。決めかねる。決めかねる。でも逆になんかいい感じしますね。なんか幅広く。かといってじゃあ年間予定あんのか、目標あんのかって言われたらないのよ。はい、言うじゃん、正月の放送とかで。ありますね。今年の目標なんですかとか。ないのよ。いや、そうですね。あと年末によく来る、今年やり残したことなんですかっていう質問。はい。ないんだ。あ、じゃあ今ここで何かやりますって言っとけば、やり残したことを年末言えるんじゃないですか。うん、どういうこと？例えばどういうこと？例えば、年内でラーメン30軒回ります。なんで？って宣言しとけば。なんで宣言しなきゃ。年回りたくないのになんで宣言しとけば。年末に企画ならわかるけどね、なんかテレビとかの。やっぱこう話題としてやり残したことなんですか。どこで話題になるんだよそれ。聞かれたらラーメン30軒回れます。絶対行かんよ俺それだって。行きたいって気持ちがないんだから。そっか。じゃあ私は言っときます、うん、一応ここで。じゃあですね、うん、年内ラーメン食リポ50件分ツイッターでします。急に変な企画始まったでおい。って言っといて、今年の年末でやり残したことなんですかって。はい、え、それでやんないってことじゃ。やんないってことです。何これ、つまんない。年内のために、年末のために。何言ったっていいじゃん、じゃあもう今。あ、そうですよ、言ったもん勝ちですから。言ったもん勝ちっていうかこれ言わない方がいいよな。そう、そう。
なんだよ、すんのかね、今の流れしてなんかしてできなかったらなんか罰ゲーム的なのがあんのかなと思ったら、この番組がさ、はい、その方が盛り上がるじゃん。あ、そうですね、まあ、まあ、やるかやらないかわかんないんですけど、まあ、年末にね、やり残したこと聞いてもらえればなと思います。そんなということで、メッセージナッカーナーでした。ウルボッコラディオ、続いてのコーナーはガチンコクイズバトル。はい、ということでやってまいりました。このコーナーはタイトル通りクイズバトっていこうぜというコーナーでございます。まあ、つまりですね、クイズに正解した方が勝ちということでございます。本日はサリちゃんとカヤがバトっていきますので、キミタカッチが出題をしてくれます。はい、全力でバトっていきたいと思いますので、勝っちゃうよ。頑張ってください。頑張ります。じゃあ今日はですね、問題はこちらになります。はい、10月ですよね、今ね。スポーツの秋、運動会の季節です。はいはい、スポーツに関するクイズになります。めっちゃ得意、任せとけ。日本では、1874年に初めて運動会が行われましたが、はい、運動会という言葉も存在しなかったため、はい、共闘遊技会、競う戦う遊技会という堅苦しい名前が付けられていました。はいはい、競技名の方も堅苦しい4文字熟語のようになっています。はい、それでは、はい、他にも変な、あ、例えば、例えば、例えね、うん、ツバメの飛び習い、ツバメの飛び習いっていうのは何の競技かっていうと、はい、この例えが俺もよくわかんないですけど、現代で言うと、はい、ツバメの飛び習いは、はい、300ヤード走のことらしいんですけど、300ヤード走、300ヤード走がピンとこない。そもそも書いてあんだもんだって。誰もない。100メートル走とかならわかるけど、300ヤード走っていうのを聞いたことない。聞いたことないですね。うん、なんらしいのよ、例えば。なるほど。そういう感じで、はいはい、こういう感じの競技名を出すんで、はいはい、現代の競技名に変えてください。わかりました。これは得意だ、はい、きっと。では第1問。はい。古だぬきのつぶて打ち、古だぬきのつぶて打ち、なにこれ、古だぬきのつぶて打ち、あ、わかった、今2人には漢字見てもらってます。はいはい、かやさん、あの玉入れ、あ、でもよくわかったね、それ近い、近い、玉投げ近い、じゃ玉系、うん、あ、ただこれが運動会の競技なのかって言われたら疑問、あ、わかったわかった、うん、あ、いい、師匠体とかであった、師匠体、こういう競技、師匠体ってなんだ、でもその球を投げるっていうのは近い、めちゃくちゃ、あ、え、分かった分かった、はい、はい、砲丸投げ、あー、惜しい、え、惜しい、砲丸じゃない、砲丸じゃない、でもまあほぼ正解、はい、何、砲丸じゃない、何投げる、はい、球転がし、あー、もう転がさないで急に。投げてたんだから今まで、投げ合ってる、投げは合ってる、球投げて、球、あ、分かった、ドッジボール、あー、だから違う、投げは合ってるって言ってんの、なになに投げ、玉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 、ほら、玉、英語だ、玉、玉、玉投げ、英語だっつってんだろ、英語、あー、わかった、野球、だからなになに投げは合ってて、玉を英語にしてくれって言ってんの、ボール、リコ、今言ったよね、なんかボール投げ、なんで、ボール投げ聞いたことない、しょうがないじゃん、だってボール投げって何、ボール投げとかよくあるじゃん、ソフトボール投げとかあったじゃん、小学校の時、あ、確かにあった、ボール投げか、一問目からね、波乱の問題ですけど、運動会の競技、昔あったのかな、分からんけど、そういう競技が、こういう感じで第2問いきます。はい、第2問、トンボの風返り、トンボの風返り、飛ぶ系ですよね、多分トンボが、なんだこれ、これトンボって感じ、こんなんなの、めっちゃむず、めちゃくちゃむずくない、3文字目の書き数、画数すごい、確かに風返り、バンって字に飛ぶ、番辺に飛ぶ、番辺に飛ぶ、あ、これはヒントかな、もしかして、番辺に飛ぶ、はい、わかった、走り高跳び、あ、惜しい、めちゃくちゃ惜しい、高跳びじゃない、高跳び、あ、棒高跳び、あ、いいパス、ナイスアシスト、ゴッツンゴールでしたね、
よくでも行ったら一発目で走り高跳び。そうなの、うん、トンボの笠返りは棒高跳びです。トンボとか意味わかんないし、運動会の競技じゃないからね。そうですよ、見たことないですよ。この学校だよ、そんなことやってる。ほんとハードっすよ、ハード。3問目が一番ね、問題になると思います。じゃあこれちょっと2ポイント、あ、3ポイントでお願いしていいですか。もう100ポイントでいいです。100ポイントでお願いします。じゃあ3問目ラスト、はい、子持ち猿の駆け抜け。あ、これは分かった。親子競争。でも競争は合ってる。競争は合ってる、ただ親子ではない。でもその発想は合ってる。競争、うん、競争。子持ち猿で親子って思ったんでしょ。はいはい、そう。でもその発想合ってる。え、合ってる、うん、へ、親子競技。親はこうさ、親はこう、何する、おんぶする、抱っこする。え、何、はい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 、おんぶ、おんぶ、はい、おんぶ抱っこ競争。え、なになに、なんか余計なこと言ってた、2個言っちゃってた、はい、おんぶ競争。え、ありがとうございます。え、ナイスパス。え、悔しい。何おんぶ抱っこ競争、思わぬすぎるでしょ。おんぶも抱っこもするもん。原骨島のタヌキさんじゃないんだから。そうなの、何それ。いや、俺が聞きたいよ、書いたんだろ、なんでおんぶ競争って聞いたことないよ。そういう風になってなってんだから。うわ、悔しいな。今週はリコちゃん大勝利ですね。あ、ありがとうございます、ナイスアシストかんや。アシスト。はい、ということで今週はリコちゃんの勝利でした、はい。以上、ガチンコクイズバトルのコーナーでした。早いものでエンディングでございます。カヤのライブの詳しい情報はツイッターホームページをチェックして、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そしてアクアネクストは10月の31日に盛岡グローブさんでのライブがあります。詳しい情報はツイッターを確認お願いします。遊びに来てください。そしてですね、こちらのカヤのラジオの方にもですね、カヤと君とかのフルボコラディオの方にもメッセージをお待ちしております。皆さんのイライラもやもやはもちろん、ダジャレでも構いませんし、テーマフリーでも構いません。ローマ字小文字でカーヤインフォアットマーク str-co.jp まで送ってください。ということで本日はゲストにタリシリコちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はカーヤと佐藤君とかでした。バイバイ、また来週。君のこと思えば